皆さんこんにちは、栗原です。今日は以前ねちょっと募集したあの Q&A の企画をちょっとやりたいと思います。なんで、質問が結構来たんでちょっとね全部はあの量多いんで、回答できないんですけど、そんな中からこちら選んで回答していきたいと思います。では早速いきますか。栗原さんの10代後半から現在に至るまでの筋トレの能力のビッグ3やクリーンの数値やトレーニングメニューのボリュームなどの推移を語ってほしい。大体何年ぐらいかけて栗原さんのフィジカルレベルに到達されたのかというのが知りたいです。なるほど。10代後半、10代後半は高校卒業したばっかか。もうガリガリっすね。まあ足は速かったっすけど、まあもうガリガリな、多分78キロ80ないぐらいだったんで、ああ今より全然ガリガリで、ビッグ3ちょ覚えてないな。でもベンチ多分120ぐらい上がった気がする。でクリーンも大体、ハングで多分120ぐらい上がったはず。デッドとかやってないから全然覚えてないです。どう変わってったかっていうのは多分結構一番気になると思うんですけど、能力が伸びた時期っていうのが僕は、今までの生きてきた5年間かで3回大きく伸びたのがあって、1回目が高校の時で、2回目が、大学卒業して、25から27かで、3回目が30歳、30から32ぐらい、この3つでめちゃくちゃ伸びてるんですよね。でそれまではもちろんあの少しずつ伸びてたけど、まあ明らかにでかくなって体重も増えて筋力が上がって、プラススピードとか動きが速くなったっていうのが大体、その3つで、じゃあその3つで何してたかって、めちゃくちゃトレーニングしてましたね。異常なほどこの3つの期間はもうものすごく追い込んでやったっていうのが結果能力アップに自分はつながってるから、だから僕よく話すんですけど、必ず人生においてね、こうまあみんなアスリート、このチャンネル見てる人は何かしらスポーツやってる人多いと思うんで、アスリートの人生多分結構短いと思うんですけど、その期間で能力をやっぱりいかに上げるかっていうのは自分の競技をやる上で絶対大事だと思うんで、それを上げるためにはやっぱり異常なほどトレーニングをする時期が必ず必要だと僕は思ってます。僕の場合はね、それが高校の時に来て、次来たのが24からね多分26、7ぐらいのこの間なんですよ。25、24ぐらい、ちょっと遅いっすよね。これをもっと大学とかにまた早くに持ってきてたらば多分世界変わってたかなと思うんで、なるべくみんなは早めに持ってきた方がいいです、ピークを。じゃあどうするかって、早めにめちゃくちゃトレーニングを追い込むっていうのが重要ですね。でちなみに僕30からも上がってるんですよ。計測した時の 100m10 秒台のトップスピードを出したのがその時だった。それが一番早かったんですけど、なんで30になっても能力は伸びます。なんでトレーニングがっつりやってください。で大体何年ぐらいかけて数ヶ月じゃ伸びないんで、もう本当1年2年3年プランじゃないですかね、大体は。 OK、 じゃあ次、週に何回トレーニングされてますか。大体週5か6、それは昔も今も変わらないです。次、高校野球やってます。体重が増えない体質の人が体重を増やす方法を教えてください。体重増えない体質、なるほど。多分食べれない体質なのかな。ちゃんと食べて、ちゃんと筋トレしたら必ず増えるんで、多分何かが足りないですね、どっちかが。次、足が速くなりたいというアスリートにおすすめのトレーニング種目を教えていただきたいです。学生アスリートのクライアント様から一番多いリクエスト。なるほど。僕が、まさに一番こう重要視してるとこですね、瞬発的な動き。多分足速くしたいのであればランジウォークはおすすめですね。結構ランジウォークと、まあで結局全身のトレーニングが一番そういう瞬発的な能力を上げると思うんで、基本的には全身鍛えながら、おすすめランジウォークとか、あとは瞬発系クリーンも重要だな、あとはねジャンプも上げた方がいいんで、ボックスジャンプかなみたいな感じですね。 OK、 体脂肪率 7% の時の体重が知りたい。昔か、80多分2、3kg、柔軟も結構してますか。今はしてるけど昔はしてないですね。やってればもうちょい柔らかかったんですけどね。体重を増やしつつスピードが衰えることなく鍛える方法を知りたいです。いやいやいや、これまさに僕のチャンネルまんまやってください。本当に僕体重ね、通算大学から考えたら10キロ以上増えてますからね。なのに全数値上がってますよ、スピード、ジャンプ力、もちろん他の能力も基本全部上がってますね。なんで僕のトレーニング参考にしてください。
栗原さん、お酒普段飲まれますか？また食生活で気を使っていることがあったら知りたい。あ、酒飲まないです。で、食生活で気を使っていること、今はほぼ気を使ってないですね。とにかくハードにトレーニングして、走ってジャンプして、めちゃくちゃ食べてます。まあでも気を使うとしたら内容、量じゃなくて内容。例えば牛肉とか豚肉をまあ食べない、減らして、鶏肉とか魚をメインにするだけでも体は変わってくるので、ぜひやってみてください。減量とかしたことありますか？またした時の効果と栗原さんの考える減量増量について聞きたいです。まあちょっと似たようなものですね。減量ありますよ。体脂肪率 7% ぐらいにしたことあるんで、その時はしてましたね。した時の効果、まあアスリート、まあね、それこそ格闘家とかそういう減量が必要な競技をやってる人はまあ当たり前だと思うんですけど、僕の競技上減量いらないんで、減量がいらない競技は、まあ、減量しなくていいですよね、基本。だからさっき言ったように食べる内容を変えた方がいいと。そしたら質が変わるから、体って感じですね。いいレシーバーになるには特に何を極めたらいいですか？あ、これもね、全部です。結構日本だけでこう考えると、スキルとスピードで勝負できるけど、フィジカル上げてください、完全に。そしたらどんどん自分の能力も伸びるし、勝つ可能性も上がってくるんで、いいレシーバーになれると思います。バレー部の高校3年生、バレーボールにはあまり筋肥大は必要ないと思っているのですが、僕はどうしても男らしいごつい体に憧れてしまいます。なるほど。ごつく男らしい体で、なおかつ俊敏で瞬発的な動きをしていくことは厳しいのでしょうか？それともトレーニング次第で大きく速くすることはできるのでしょうか？いやいやいや、見てる？俺のチャンネル。できるって。俺を見てよ。カリッカリの大学時代と、ああまあ大学、まあまあそうだね、高校大学やってたと思ってたんだけどね、自分では自信はあったんだけど、まあ今考えると全然ですね、の時の体と今の、25から7、30、そして今35、あの体も全然25以上の時の方がめちゃくちゃでかいし、でいてめちゃくちゃ動けるんで、あのなんか最近あのね、僕ね、アメフトをもう競技から離れてて、クロスフィットってね、競技をトレーニングのね、メインの競技をやってるし、まあ教えることも結構多くなって、瞬発的なトレーニングをね、教えることが多いんで、動けなそうみたいな、たまにちょいちょい言われる時がね、ちょっと自分でもびっくりしてるんですけど、あるんですけど、めっちゃ動けますからね。むしろそっち得意で、得意じゃない方今やってますからね。どっちかっていうと動きめっちゃ得意な、まあトレーニングも得意だな、まあ、両方得意なんだけど、どっちかっていうと動きですからね。足の速さ、横のクイックネス、ジャンプ力、僕の売りここなんで。でもでかくて強い方がいいでしょっていうのが僕のやってることなんで、ちょっとそこをね、結構勘違いされてる方多いんで、僕はもともとバリッバリのそういう動き系のアスリートなんで、絶対なれます。 OK、 質問です。トレーニング翌日で筋肉痛がある中での練習について。私は筋肉痛があると練習の時動きが悪くなってしまいます。ただトレーニング練習ともにどちらもしっかり行いたいです。栗原さんはどのようにされてますか？はあ、なるほど。筋肉痛がね、ひどい状態での、まあ、動きはもちろん悪くなるけど、それで動いた方がいいですよ。筋肉に、まあ僕の感覚ですけど、筋肉痛が来てるってことは、まあ相当トレーニング追い込んでね、結構きついことをやってたと思うんで、まあそれをやりながらも、実際の自分の動き、フィールドでのパフォーマンスにつなげるのめちゃくちゃ大事なんで、筋肉痛がある時こそ動いて、慣らしてください。いつも動画参考にさせていただいてます。毎回トレーニングでクリアさんが動画で紹介している TK 式ベンチプレスやスクワット、クリーンをやってるのですが、日によっては0100を意識しない普通のベンチプレスやスクワットデッドやった方がいいですか？ああ、もちろん。やっぱ YouTube なんで、やっぱこう全部は載せられないんでね、なかなかトレーニングもこう最近とか瞬発系が多いし、学校の指導とかいろんなとこ行く時もやっぱそれを求められてるんで、瞬発系を教えてますけど、僕めちゃくちゃベースやってますからね。それをやってるから、瞬発が生きるのであって、瞬発系だけなんかこうやったら瞬発力伸びるとかじゃないですよ。あくまでベースないと伸びないですからね。だから学校指導の時も普段はベースをやってるんですよ、みんな。だから僕が行った時に、じゃあいつもやってない瞬発的な新しい刺激を教えてくださいって言われてるんで、だからベースは必ずやってください。だから僕の、瞬発系のだけ やらないように。
あ、今度ベース載せますよ、僕の。めっちゃやるんで。筋肉痛がある場合はトレーニングメニューを変えたり休んだりしますか？それとも筋肉痛関係なくバリバリトレーニングしますか？自分は特に下半身の筋肉が残りやすいので参考にさせていただきたい。なるほど。筋肉痛があればトレーニングメニューを変えます。要は筋肉痛めちゃくちゃ、例えばね、胸めっちゃ筋肉痛なのに胸次の日やんなくていいから、でも背中はできるでしょ、ね、お尻とか、ね、前ももそれ分ければいいから、あのメニューを変えて違うとこをやればいいですね。まあ、あまりにもひどかったら休むのもありですけど、バリバリのアメフトやってた時、20代25から30ぐらいの間バリバリやってた時は、まあ、筋肉痛関係なくやってましたからね。めちゃくちゃやってましたよ。まあ怪我しないようにちょっとそこは自分で調整して、僕は筋肉痛関係なくやってます。結局ジャンプ力を高める最適の筋トレって何ですか？おお、なんかストレートな質問だな。結局ジャンプ力高める、まあだからこうもう言うと全部なんですよ。ベース、瞬発、体の使い方、この3つですね。なんで僕のチャンネル見てください。そしたら多分わかると思います。栗原さん、食べることが大好きすぎて痩せるための食事制限がきつすぎます。もう痩せることは不可能ですかね？まあね、食べること好きですからね、僕も。食事制限をしたくなくて好きなものを食べて、もし痩せたいのであれば俺は可能だと思うのね。じゃあそれは何をするかって、異常にきついトレーニングしてください。そしたら好きなものを食べても痩せます。食べるものを凌駕する内容と量のトレーニングをすれば、ああ痩せます、勝手に。それ去年僕もそれで痩せちゃいました。めっちゃ食べてたけどトレーニングきつすぎて痩せるっていう。だから食べることが好きなら、まあそのパターンかな。はい。クリアさん、体重があってお腹がポチャってないのはなぜですか？ある程度のバランスの整った食事、腹筋のトレーニング、ダッシュ、この3つをしてたらそれなりに引き締まった腹になりますか？ウォーキングなどした方がいいのでしょうか？なるほど。体重があってお腹がポチャってない。まあそうですね、90キロありますけど、お腹ポチャってないですね。まあこれも、結局食事をコントロールしたら、それ痩せるんですよ。で、それ痩せたら腹筋は勝手に出てくるんで。ただ腹筋を割りたいっていうのが目的なのであれば、まあ食事は制限した方がいいですよね。ただ僕は別に腹筋割りたいと思ってやってないんで、基本的に食事、ある程度のバランスの整った食事か。まあそれはそっちの方がいいですよ。だから僕ね、あんま気にしてないんですよ、食事。それ以上にトレーニングするんで、そしたら勝手に割れちゃうから。だから腹筋のトレーニングとかもね、ああちょうど今度腹筋のトレーニング僕載せるんで、その動画の中の腹筋をめちゃくちゃやってみてください。どれもめっちゃきついから、あれがちゃんとできるようになったら多分腹筋割れてると思いますよ。なんでね、別にクランチとか僕やんないんで、あんま、まあ、クランチとかよりもああいう動きの中でトレーニングした方が僕は腹筋割れるんじゃないかなとは思いますね。まあでもどうだろう、僕は別にビルダーとかね、フィジーカーじゃないんで、腹筋をきれいに割りたいとか、なんかそういうね、ボコボコにしたいっていうのがあんまないから、だからああいう足上げ系で動きの中で鍛えるんですけど、まあそれは目的によるかなと思いますね。で、あとは、ウォーキングっていうよりも、どっちかっていうとスプリントしてください。スプリント、ジャンプ、筋トレ、この3つっすね。そしたら腹筋割れます。めっちゃ使うんで。スプリントもちゃんとスプリントしないとダメなんですよ。ランニングのね、こう足を流した走りで走ってても、まあまあ腹筋あんま使わないですからね。だから長距離走るね、ゆっくりジョギングして腹筋筋肉痛にならないじゃないですか。でもトラックでしっかり 200m のスプリントをしっかりしたスプリントのフォームでやったら、それだけで腹筋筋肉痛になりますからね。なんでそういうトレーニングを入れると割れると思います。 OK、 以上かな。以上です。ちょっと質問全部答えられてないんですけど、またどっかのタイミングで Q&A やるんで、その時にぜひ質問、コメントもどしどしください、ね、こういうことを話したいことは多分いくらでもあるので、ただね、毎回自分からじゃなくてこう聞かれたことに答えるのもすごいいいと思うんで、ぜひまたこの企画の時はコメントしてください。で、今回こういろんな質問の中で回答したんですけど、またそれに対しての、まあ、質問だったりっていうのがあればコメント欄に書いてくれれば、一応僕コメントは全部見てますし、返信できるやつはしてるんで、何かしらあればぜひ聞いてください。それでは動画いいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。バイバイ。